はい。大和ピュアラブです。中国共産党の学者で、中国人民大学の国際関係学院副院長の拓さんが、中国共産党は昔からディープステート、イルミナティとつながっていることを暴露しました。 慌てて中国共産党はネットから削除申請をして削除していっています。YouTube の概要欄の方に暴露している動画のリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。そもそも中国共産党自体が アメリカ民主党トルーマン大統領イルミナティが CIA を使って毛沢東に設立させたものなのです。中国共産党は最初からアメリカ CIA イルミナティの傀儡なのです。ご視聴いただきありがとうございました。 チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。